どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左引きのエレンを書いております。テレビドラマ版左引きのエレンがネットフリックスに来たよという、動画を撮ります。懐かしいですね。結構もう4年ぐらい経つと思うんですけど、まあ、なぜ今ネットフリックスにということなんですけど、まあ、単純に多分その独占配信の契約期間が終えたとかなんかそういうのもあると思うんですけど、多分一番の理由は未だにありがたいことに読者の方がいる、好きな漫画で上げてくださる方とかいらっしゃるんで、ネットフリックスも配信してくれたのかなと個人的に思っておりますので、まあ実際のところわかんないですけどね、その何かのついでかもしれないけど、そのとにかくその、まあ、作者としてはすごいありがたいことなので、まあ、ありがとうございます。でですね、今日はその、まあ、手前味噌では恐縮ですが、まあ、左引きのエレンドラマ版の魅力とか裏話とかを、まあ、ちょっとゆっくり話させていただきたいなと思っております。いやーもう懐かしいんですよね。ちょっと4年前ぐらいで、まあ、そもそも左引きのエレン概要あらすじをちょっと紹介させていただきます。まあ、ジャンルで言うと、まあ、お仕事漫画、クリエイター群像劇とかっていう言い方もしてますけど、なんか、まあ、働く仕事に情熱を注いでいる人たちの、まあ、群像劇っていう感じですね。で、まあ、普通のそのお仕事漫画との違いといえば、その、まあ、アート系の仕事が中心に描かれていると。まあ、ダブル主人公なんですけど、こちら側がタイトルにもなってるエレン、左引きのエレンですね。で、左引きっていうのは、まあ、まあ、こう言ったら身も蓋もないですけど、結構天才派だとか、まあ、だから、まあ、ぶっちゃけその天才エレンっていうのを言い直したのが、まあ、左引きのエレンっていうタイトルなんですけど、だから下手したら AB 型エレンとかそういうタイトルの可能性もあったという。で、こっち側が朝倉浩一っていう、まあ、もう一人の主人公なんですが、彼は天才ではなく普通の等身大の青年なんですが、彼は広告代理店でクリエイターとして勤務する、まあ、会社員ですねっていう2人の対比で、まあ、物語が描かれていくと。まあ、ネタバレなしでお伝えすると、その、まあ、最終章にあたる、まあ、最後のクライマックスの出来事があるんですが、まあ、ある案件、ある仕事で最後最終回を迎えるんですけど、その最後の仕事に向けて A の視点、 B の視点、 C の視点、まあ、あるいはその時代もバラバラっていう、そういう飛び飛びのエピソードが最後一個にギュッとフォーカスするっていうラストなんですよ。例えるなら、その関ヶ原の戦いとか、そういう歴史的出来事の、まあ、ある一日があるじゃないですか。そこに向けて、まあ、物語がこうあらゆる方向から見えてくる。やっぱり実際のそのリアルな世の中、リアルな社会を描いてて、で、まあ、登場するキャラクターとかセリフとかが、まあ、仕事の励みになるとか勇気をもらえるとか、まあ、そういうふうにありがたいことに言ってもらえてて、なので特にね、その働いてる人とか何か頑張りたいことがある人に、まあ、ぜひ見てほしいなと。まあ、仕事のモチベーションが上がるではおなじみなので、その結構ね元気になると思うんで、ドラマ版ぜひ。これね、そのちょっと今日お話しする内容は、その今までどこでも話してなかった内容がほとんどだと思うんで、まあ、今だから言える的なねことでお伝えしたいんですけど、ドラマ化が決まったのは実は、ジャンププラスの連載が始まる前なんですよ。どういうことかっていうと、そのこれがいわゆるそのジャンププラス版集英社で連載していた方で、こっちは完結済みなんですけど、今も続いている原作版っていう方があるんですよね。で、こっちが先に連載していて、まあ、原作版言ってるぐらいですから、こういう、まあ、単行本も一応あるんですけど、この僕の絵で描いてるんで、その、まあ、絵下手なんですよね。そのやっぱニフニさんと比べると、まあ全然なんですけど、まあ、こういう感じで、まあ、僕の絵でこう連載していると。で、
これがまずあのケイクスっていうウェブメディアで連載してたんですよ。もう出版社でも何でもない、そのなんか漫画なんて僕以外ほぼ連載してないようなその媒体でひっそり連載していて、まあちょっと知る人ぞ知るというか、あのまあ本当にごく一部のめちゃくちゃ見る目がある人たちに読んでいただいてたっていうのがあって、まあそれきっかけであのいろいろ話が広がってたんですけど、だからあの今スパイファミリーとかさ、あのもう飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍されてるあの編集者のリンさんっているじゃないですか。あのご存知の方多いと思うんですけど、伝説の編集者、生きる伝説の編集者、あのリン紫平さんという編集者がいるんですけど、こっちの原作版を読んで僕にメールくれて、そっからまあジャンプスクエアとかジャンププラスで連載できるようになったっていう、まあそういうきっかけの作品でもあります。だから商業誌デビューのきっかけになった作品。だから本当それこそ本当にだから当時は読者数は今と比べ物にならないぐらい少なかったんですけど、 Kindle もね全然売れてなかったんですよ。どんぐらい？なんかね10巻出た時点で多分1万部売れてなかったんですよね。本当に売れ行きだけで見たらもう商業誌の足元にも及ばない売れ方だったんですけど、ただなんか読んでくれてる人の熱量もすごかったし、読んでくれてる人がすごかったんですよ当時。だからそのリンさんも含めて、編集者のリンさん含め、まあ、コピーライターの有名なあの糸井重里さんとか、あとメディアアーティストの落合陽一さんとか、まあ、あの経営者のケンスーさんとか、もう本当にあの今挙げただけでもきりないぐらい、あのもっともっといらっしゃるんですけど、とにかくなんかすごい人たちが読んでくれたんですよ。だからその有名か無名かとか関係ないと思って、あのなんかねそのどっかのなんかの業界で第一線で活躍されてるようなそういう方に限って読んでくれたんですよね。本当に不思議な漫画で、よくねそのちょっとねこあの広告業界の漫画でもあるんで、その辺ちょっと絡めて話すと、あのキャズムっていうのがあって、その、まあ、キャズムで検索すれば分かると思うんですけど、詳しくは分かると思うんですけど、いわゆるそのマス、世の中にバンとブームを作るには、うん、何個か段階を踏まないといけないっていうので、その中でその、まあ、一番最初にその物事に気づく人たちを、まあ、アーリーアダプターって言ったりするんですけど、まあ、まさにその順を追ってアーリーアダプターから始まって、その徐々に徐々にこうマスっていうあの大勢に広まってったっていう、結構そのちゃんと階段を上ってった作品だと、まあ、自己評価しています。だから原作版を書き終えた時はまさにその最初のアーリーアダプターしか知らない、だからまあそれをあの慣用句で言うと知る人ぞ知るだと思うんですけど、本当にもうそれをあの実践してたような作品でした。でちなみにあのニフニさんもその時代からずっとあの読んでくれてたんですよ。だからそのニフニさんはもう漫画全部読んだ上でそのリメイクしてくださってるんで、好きで読んでくださってたから、あの、まあ、ものすごい解像度高く書いてくださったんだなと思っております。で、ドラマの話にも出ますけど、ドラマはあの第一部原作版が完結した頃にオファーが来たんですよ。本当はジャンププラス版の連載と同時ぐらいに放送されててもおかしくなかったんですけど、あの実際そのドラマ化したのは確かジャンププラスの途中で、まあ7巻8巻ぐらいの時にそのテレビドラマ化したんですけど、それジャンププラス版がその一定数たまるまで待ってもらってたんですよね。だから本当はもっともっと早くできたドラマ化だったんですけど、あのちょっとさすがに早すぎるだろうっていうので、あのなるべく後ろに倒してもらってっていう、実はそういう裏話がありました。だからドラマ化って本当タイミング難しいなと思って、メディア化全般そうですよね、アニメもそうだし、作るのに時間かかるからオファーってめちゃくちゃ早いんですよ。だからあの僕も他の漫画ですけど、その第1話書いた第1話が
雑誌に載った週にその映画化のオファーが来たりとか、なんかそういうことが結構あって、それがなんか実現するかどうかはさておき、オファー自体はめちゃくちゃ早いんですよ。本当に早すぎるメディア化はあんまり得ないと思って、あの読者的にも作者的にも、まだ作品のことをよく知らない状態でメディア化するとちょっともったいないなっていう気もするし、その漫画自体がこの後どういう展開になるかも保証できない中でメディア化しちゃうと、なんかただメディア化しただけになりがちというふうに思ってるんで、メディア化のタイミングってすごい難しいんですよね。だからオファー自体は早く来るけど、それをじゃあいつやるかっていうところに関しては作者は意見を言えるはずなので、僕はあの意見を言わせていただきました。それが、条件が今からこっちのジャンププラス版でリメイクするんで、あのそれが軌道に乗るまで待ってくださいっていうふうに言いました。で実際そのドラマ化するちょっと前ぐらいにその、まあ、重版がかかり始めたとか売れ始めたっていう時期だったんで、まあベストだったかなっていう、まあね、本当言うとベストではなかったんですけど、その本当はね、その完結ぐらいに合わせたかったんですよ本当は。やっぱ今売れ始めた時期って言ってたけど、その売れ始めたこの本当にあの入り口だったんで、だ売れてはなかったんですよまだ。売れ始めた時期だったんで、重版がちょっとかかったぐらいだったんで、だから最終巻ぐらいでもう結構重版もう毎回かかるってなってた時にドラマ化してたらもっと良かったなっていう。結構ねこれ深夜だったんですよ、深夜ドラマだったんですよね。いやもったいないことしたなっていう。だからネットフリックス版めちゃくちゃ嬉しい。これね多分ね見てない人多いと思うんですよね、ぶっちゃけ。だってツイッターとかでも未だに左利きのエレンドラマ化すればいいのにってツイートしてくれる人がいるんですけど、知られてないんですよね。ドラマ化してるんですよ、まあ、だからちょっとね今日はそのドラマの思い出話もそうだけど、ちょっと面白いぞっていう、どこが面白かったかって良かったポイントっていうのを、まあ手前味噌ではありますけど作者的に思う話をしたいなと思ってます。まあ、何よりやっぱキャストっすよね。キャストが本当に豪華で、エレン役のエライザさんもそうだし、光一役の神尾さんもそうだし、多分ねキャスティングすごい悩まれたんだろうなと思って、すごいあの計算された。だちょっとねキャスティングのところであのちょっとあの自分の功績をちょっと話させてもらうんですけど、あのね僕キャスティングでその前もってはっきりお伝えしたことがあって、まあ簡単に一言で言うと、これがまあ漫画版エレンじゃないですか、でドラマ版でしょ、髪の毛を銀色にしないでくれって言いました。髪色とか髪型とか、その辺はやっぱり漫画なのでそのキャラクターとして書いてるんですよね、あの原作もそうだけど、だからあのそれをまんまあのドラマのキャスティングに反映させちゃうとちょっとやっぱコスプレっぽくなるなと、現実の実写での解釈をしてほしいっていうので、あの髪型は変えていいっていうふうに言いました。でなんならそのキャストのそのイメージで選んでくださったキャスティングされたあの役者さんの良さをこう引き出す髪型にしてほしいっていうふうに言ったんで、だからあのこれねこれ岸あかりなんですよ、キャラクターで言うと。あかりってあのショートカットボブの髪型があの特徴的なんですけど、まあ、八木有沙さんに似合う髪型というかあの一番演じやすい髪型でやってもらったっていう感じなので、それが結果的に良かったなと思って。いや八木有沙さんもやっぱ本物のモデルなんで当たり前ですけど、そのやっぱりモデル役をやってもらうにはもうこれ以上ないキャスティングですよね。世界のトップモデルっつって本当にトップモデル連れてきたわけだから、
そりゃハマるよなっていう。でそのつながりで言うと、あの神谷雄介役のキュウイさんとかも、あの本物のアーティストじゃないですか。その歌の方のアーティストですけど、やっぱりね、その本当にものづくりしてる人の雰囲気ってあるんですよ。だから結構そこがあのキャスティング攻めてたところだなと思って、あの単純に見た目が似てるとか、そのそういうなんかあの表面的な整合性でキャスティングしてないっていう、誰をはめたら本物かっていうところをかなり意識してキャスティングしてくれてると思います。で、あの役者さん以外のそのキャスティングというか、その起用でいうと、こういった、まあ、あの劇中に出てくる広告制作物とかはまあ多いんですよ。その題材的に広告会社であの働くクリエイターの話なので、結構その、まあ、広告系の作り物とかが結構出てくるんですけど、とんでもないあの、まあ、メンバーで作ってるんですよね。ちょっとあの全員の名前を挙げたらちょっとキリがないんで、あの、まあ、ぜひあのスタッフロールとか見てほしいんですけど、あの僕があの会社員時代憧れてた本物の広告クリエイターの皆さんが作ってくれたりしてるんで、あの、まあ、とにかく クオリティが間違いないと。で、あのこの前アップしたあの動画でも紹介したんですけど、その実際エレンの絵とかはね、原作版でも出てくるこの絵はあの現代アーティストが作ってたり、物語はフィクションだけど、その登場するものとか、その役者のそのなんか空気とか、そういうものは結構本物なんじゃないかなと思って、その辺がすごい気に入ってます。このだってこれオープニングの多分キャプチャーだと思うんですけど、オープニング映像もいいんですよね。あの音楽はあのポルカドット・スティングレイの女神っていう曲だったり、そのそれもあの作品に合わせて書いてくださった、そのなんかテーマ曲もねめちゃくちゃ合ってるんですよね。未だにあの聴きながら漫画書いたりしてますけど、なんかねクリエイターの祭典クリエイターの祭典というか、なんかいろんな意味でいろんなクリエイターがこうガチでセッションしてる感じがあって、ね、幸いなことにあのドラマ化ってあの何度かやらせていただいてますけど、あんなにちゃんと撮影現場に行ったのは左利きのエレンだけですね。やっぱ思い入れもすごいあったし、そのまあね大丈夫だと思いつつ、なんか変な風に、ね、なったら嫌だなと思ってたんで、なんか結構現場にも行って割とね結構何シーンも見ましたよ横で。あの第1話かな、その実際そのまあ横浜のとある場所であのグラフィティ壁に落書きするシーンがあるんですけど、まあそのシーンの撮影も立ち会ったんですが、あれはねすごかったな、まあ、エライザさんの演技もすごかったし、実際その絵を提供してくれてるそのヨーダさんっていうアーティストがその監修しに来てたんですよね。その実際見てその監修して、まあ、原寸大でまずグラフィティを用意して、それをこうそこに置いて、まあ後で多分合成でなじませてたんですけど、その実際に壁に描いたわけじゃないんですが、でその前であのエライザさんが演技するっていう、やっぱ圧がありましたね。そのエライザさんはね本当にエレンでしたね。それで言うと結構胸圧なのが、そのさっき原作版の時点ですごいなんかあの知る人ぞ知るだったみたいな風に言ったじゃないですか。あのこの時代に読んでてくれた中に実はあのエライザさんもいたんですよね。だからあのこれを本当にまだだってジャンププラスでもリメイクしてないし、その本当に一部の人しか読んでない段階で、あのツイッターであのエライザさんが DM くれたんですよね。もう左利きのエレンを実写でやるなら私がやりたいって DM くれたんですよ。なんかやばくないですか。だってさ、そのジャンププラスでリメイクしてたらまだわかるよ。この状態で連絡くれるって本当に気に入ってくれたんだなと思って、あれは本当に勇気が出ましたね。そのだってドラマ化するなんて思ってなかったから、正直だって僕漫画家なのかなっていう自信持てないぐらいの、なんか漫画なのだろうかこれはみたいな時だったんで、ドラマ化する可能性あるってことみたいな
だからね、本当に、恩人ですね。その時にあの勇気もらって、あ、確かにこれドラマ化したらすごいじゃんみたいな、でそれでエライザさんがエレンやったらすごいねみたいな思ったんですよ。それでね、またすごいのが、エライザさんがエレンやるって決まったのは、そのあくまでそのドラマの制作会社が提案してきたキャスティングの中に入ってたんですよ。だからその提案した中で、あの流れで言うと、その作者ってそのこの役は誰がいいって言わないんですよ、あんまり。その言う人もいると思うんですけど、ほとんど言わなくて、基本は制作会社から誰々役は誰でどうですかっていう、そのキャスティング候補が送られてきて、あのどうしても嫌な場合は言ってくださいっていう感じなんですよ。これね、本当裏話すると、エレン候補の中にあのエライザさんいたんですよ。その時はね、あ、これはもうじゃあエライザさんだろうなっていうふうに思いましたね。やっぱりその世の中的にもそういうリンクする部分があったんだろうし、まあ、ご本人もその原作版からね読んでくれて、しかもだってエレンやりたいって言ってたわけだから、こんな漫画みたいな展開ないなと思って、まあなので、あのそれで即決したという感じですね。いやドラマ版良かったな。なんか心残りをいくつか言うと、その、まあ、これはそのちょっと僕の力不足なんですけど、そのドラマした時にもっと売れてたらなってはちょっと思いましたね。やっぱりその漫画の知名度が低い状態だったんで、ちょっとドラマの追い風にはなんなかったかなっていうのがちょっと一個こう心残りと、あとあのリアル新月が間に合わなかったっていう、この新月っていうコートがあるんですけど、これをね実際その最近じゃないけど近年あの実際に作って販売したんですよ、この新月ってコート。これがね間に合えばね着てほしかったな、着てほしかったっすね。まあでもその結構新月に近い雰囲気の洋服を実際着てくれてるんで、それは良かったんですけど、まあ新月ね本物着れてたらなみたいな、まあ、あと本当にすごいのが脚本。まあ読者の方はお分かりの通り、その結構実写向きじゃないストーリー構成じゃないですか。舞台とかはね現実社会だし、その登場人物も日本人がほとんどだし、なんか結構その実写化しやすそうに見える作品なんですけど、脚本ストーリーが実写化しにくいんですよ。なんか時系列飛ぶし年代飛ぶし、もうどう構成し直したらいいかっていうのがすっごい難しい作品だと思ってて、ちなみに今アニメ化も決まってて、その今ちょうど今アニメの脚本をチェックしてる段階なんですけど、今4話のチェックをしてるんですけど、これをこのたった10話で収めてくれたのが本当に脚本家すごいなって思いましたね。まあドラマでやるんだったらこれがベストだよなっていう形をちゃんとやってくれてるんで、いやドラマ脚本うまいっすね。ね、ブルーレイバージョンもディスク4枚なんですけど、結構そのこの4枚にちゃんとまとまってるっていうのがすごいよね。まああとやっぱ一番僕が感動したというか、そのやっぱ忘れられないのが神尾楓珠さんの演技ですね。まあ左利きのエレンってタイトルだけど、その一番登場シーン多いのはその朝倉浩一っていうもう一人の主人公で、まあ、神尾楓珠さんなんですけど、最初ね正直そのキャスティングで上がってきた時はまあ、イケメンすぎると思ったんで、ちょっとイケメンすぎるのが気になったんですよ。で浩一って結構普通の凡人っていう役柄なんで、そのちょっとそのだって天才っぽいじゃんとか思ったんですよね最初。だから天才っぽいしめちゃくちゃイケメンだし、浩一のダサい感じが出せるかなと思って、そこだけがちょっと心配だったんですけど、これねちょっと僕原作者の役得というか実際お会いさせていただいて、ちょっと誤解を恐れずに言うと、めちゃくちゃ
可愛いんですよ、神尾さん。あのすっごい可愛らしい、あの少年じゃねえか、少年ではないけど青年で、あのなんかね本当に人懐っこいというか、あのすごいあのニコニコしてて、あのあほんか可愛いなと思っちゃって、同性ながらだ、なんかあのイケメンだけどその可愛さがあるっていう、本当に魅力的な方で、あの高一って結構そのやっぱね、あの可愛いんですよ、笑顔が可愛かったり、その結構その頼りない部分もあるけど、あの憎めないあの可愛いキャラクターだと思うんで、でもかっこよさでもある、かっこよくもあるっていうあのキャラクターなんで、あのちょっとね神尾さんの高一が良すぎて僕感動しました。あの神尾さんがいいっていうのはもう第1話の冒頭ではっきりわかると思うんで、あのもしこのねビジュアルだけ見て、え高一かっこよすぎって思った人はちょっとぜひネットフリックスで今すぐ第1話見てください。高一です。めちゃくちゃ良かった。あの結構ね何箇所かエレンドラマ通して泣いた部分もちろんあるんですけど、やっぱ1話で泣きましたね。なんかキャラクターそれぞれがなんか正直そのあの顔で言ったらその漫画と似てるかどうかはまあそのいろいろあると思うんですけど、なんかねその見てると、あこれはあかりだわとか、これはカイドウだわとか思いますね、これはルカワだわとか。カイドウ般若さんですよ。あのカイドウ般若さん原作とやっぱ違うは違うじゃないですか、でもカイドウなんですよ。それで言うとね、あの見た目で言うとやっぱりねみっちゃんはね、あのマジでみっちゃんでした。今泉さんはねマジモンのみっちゃんでしたね。ちょっとねそういうなんか、あこのキャラは見た目も似てんなとか、このキャラは見た目違うのにこのキャラだなとか、そういうのってやっぱドラマの醍醐味じゃないですか。映像化はねやっぱ作者はね死ぬほど楽しいっす。あの見てて、あこういう風に解釈したんだなとか、このシーンもこうやって撮ったんだなとか、やっぱ作者がね見てて面白いのは当然だと思うんですけど、まあ読者の方がね気に入るかそれ人それぞれなんで、あのぜひ確かめてください。話し出したらちょっと無限に言えちゃうんですけど、やっぱりそのさっき言った高一が登場するシーンが大好きで、その中でもあのやっぱりこれはえぐいわと思ったのは、あの柳のシーンね、柳はじめっていう超怖い鬼上司が出てくるんですけど、あの丸山さんの柳感がやばいっす。ちょっとこれ見ないとわかんないと思うんですけど、あのねちょっとね柳怖い人は気をつけて見た方がいいと思う。あの本物が出てくるんで、いや柳怖いっすよ、すごかった。だからそのシーンも見ましたよ、あの現場で震え上がったね。まあ、丸山さんご自身はねめちゃくちゃ気さくで素敵な方だったんですけど、柳はあの休憩中にあのなんだっけな、なんか旅行雑誌かなんか読んでましたね。丸山さんすげえ可愛いなと思って、カメラの前では柳でしたね。恐ろしい。結構ねそのやっぱ要所要所マジで胸ぐらつかまれるようなシーンが多くて、うわやられたとか、だなんか最初の方はねそのやっぱり原作者だからなんか大丈夫かなとか、このシーンどうかなとか不安で見てるんですけど、あの忘れますね、なんかそういう目で見れない。なんか一読者として、あ一視聴者として楽しめたし、この後にねドラマ版の後に舞台版とか、まあ、今回次回のアニメ版とかいろいろそのメディアで変わってきましたけど、やっぱり純粋に客観的に初めて自分の作品見れたような気もして、本当にこれなんかその調子乗ってるわけじゃなくて、左引きのエレンって作品面白いなって思ったんですよ、なんかドラマを見て。でもそれって作者がそう思うってすごいじゃないですか。それぐらいあの別の作品だし、まあ、同じ作品だし、なんか不思議、なんかドラマ版って不思議っすね。かね、そのやっぱ劇中でもこれちょっと左引きのエレンもかなり
熱心なファン向けの言い方になっちゃうけど、なんか自分が放った光が何かに誰かに反射して初めて自分が見えるっていう、まあ、そういう漫画じゃないですか。エレンって全編通して誰かの反射で自分の光が見える、それをなんかすごい感じましたね。このドラマ版があったことで僕は初めて左利きのエレンを見れた。あのやっぱ二船さんのもちろんね、このジャンププラス版ももちろんそれに近いんですけど、これはあのがっつり自分も参加してるんで、あの二船さんと二人三脚で作ったものなんで、そのちょっと違うんですよ。こっちはね本当にまあいい意味で他人事、他のすごい人たちが、すごい人たちが集まって作ったもの、それを初めて客観的に見た時に、なんかあ、左利きのエレンってこんな内容だったんだって思ったんですよ。なんかね嬉しかったな。そのこの動画を見てくれてる人は、まあ、ほとんど漫画版をご存知の方が見てくれてるとは思うんですけど、あのもしねその漫画版読んでなかった人がいたら、その結構いいタイミングだから、あのドラマを見てください。漫画は後でいいです。ドラマを見てもらって、その後にまあもし気に入ってくださったら漫画も読んでいただけると嬉しいなと思いますが、ということでテレビドラマ左利きのエレン、ネットフリックス上陸です。今日から配信してますんで、いつまで配信かは分かりませんが、多分予告なしの終わるんでしょうね、こういうのってね。だからあのもし気になる方はぜひ、まあ、今週どっか週末にでも楽しんでいただけたら幸いでございます。ここでもしもだよ、ネットフリックス版がめちゃくちゃバズってあのランキングとかに食い込んだら、ドラマシーズン2ねえかなっていうねドラマシーズン2見たいよ俺は。まあ第1部ね全部描いてくれてるんだけど、いやこのキャストでさ、ドープとかやってみーよ、ハイプとかやばいよだからちょっとワンチャンね、ワンチャンちょっとシーズン2見たいっていう人はもうめっちゃ再生してください。で友達にシェアしてください。そんな感じで、今日は、ネットフリックス上陸テレビドラマ左利きのエレンの話をさせていただきました。このチャンネルでは左利きのエレンに関する話とか、まあ私漫画家としての活動を発信していきますので、まあ、よかったらチャンネル登録グッドボタンを押してください。まあそれよりも、ドラマ見てください。ありがとうございました。